バナナマッサンは結局実が大きくならないので、もう12月中旬に近づいていきますし、多少花比が緑からやや黄ばんできていますので、もうこの辺でカットして家の中でリンゴエチレン追熟でもしてみようかと思っています。途中で何度も何度も小さな実を切り落としていったんですが、残ったものがもうちょっと大きくなってくれればとは思っていたのですが、もうこの寒さ、12月の寒さからしたらこれは無理だろうと思いますので、この辺でカットしてしまおうと思いますね。片手で撮影しているので軸の半分程度まで切れ目を入れて、切り目を入れて、あとはもぎ取るより他ないですね。もうちょっと切った方が良かったみたいですが、脚立に上がってハサミを下の方に落としてやったもんですから、これはここまでにしておいて撮影をやめてもう一遍ハサミで切り取ろうと思います。